はい、シンプル、混ぜて混ぜて。一人で全部食べたいの、うん、今日一番うまいスプリングなんて。どうも、タレオスです。最近は谷町のね、4丁目に来ております。ここもね、立ち飲みとか飲み屋がすごい多いんですよ。最近ね、ちょっと奥さんとダイエット始めまして、水泳行ってきたんですけど、90分弱、ちょっと顔がね、疲れて全体的にグイッと下がっちゃってるんですけど、ちょっとそのあたりやってください。にぎわってますね。ちょっと1軒目はこうですね、マルキン坂店、創業が昭和11年とかあります。で、今ね、平日金曜日のね、6時前なんですけど、もう結構お客さんちょこちょこ入ってるっぽい。ちょっと入店しましょう。すごいね、カンパチの作り250円。ビーフもあるね。うまい。ローストビーフ、ひとくりとローストビーフです。いいよ。他なんか数の子わさびとかちゃんちゃもありますね。もやしナムルとかね、サラダもあります。砂ずりとか、こんな感じですね。で、やっとシステム分かった。生中は290円。あの瓶系以外は湯いに行くの。そう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 、焼酎、うん、そして取るときには申告する。申告制の1本取りました。そうそうそう、何皿取りました。で、食べ物も一緒で、全部これ自分で取りに行きます。カンパチか、カンパチの作りで、こっちが鳥の形になってます。で、どっちもね、これ250円、安いね、うん。テーブルに栓抜きがあるんで、これで自分でやる感じになってます。よし、じゃあ乾杯しますか。はい、じゃあお疲れ様です。 KP です。くーですね。どうですか、水泳の後のおビールは。水泳で頑張ったのがなくなってしまう気はするけど、そんなの関係ねえってことで食べます。カロリー消費してそれを摂取する。うまっ。うまいですか。うん、うん、こっちの方が美味しかった。うまい。トントン、体がポン酢を求めてる。それな、なんか2階もあるっぽいよな。2階は座り席ってなってた、うん。一応ね、焼酎はこんな感じで自分で入れるシステムになってます。これでしょうか。はい、シンク350円はいいんじゃないですか。それ回すんじゃない。回して、あ、押すんか。出てくる。出てきた。やばいやばい。何してるの。どうやるんですか。カシャって押したら出てくるね。グッと上に押してもらって、はいはい、ワンショット分下ろし切ってください。水でしたらこちらですし、炭酸も出ますので、はいはいはい、了解しました、はい、炭酸がいいですか。はい、OK。 恥ずかしくて照れてる人が多い。はい、シンプル、混ぜて混ぜて。はい、来て、シンプルの相談できました。手にめっちゃこぼした、バシャ。いいじゃん、お疲れです。2杯目うまいですね。一口もらっていい。よ、シンクの香りがいいんだよね。で、3品目と4品目、これね、初元になってます。初元のタレ焼き、こっちがキュウリのぬか漬けになるんかな。うん、うわ、ほんまや、ナンバーワン、ナンバーワン。あ、超味濃い。これに白飯、間違いない。じゃあぬか漬け、うん、うまい。これ1回目じゃ戸惑うことが多いけど、2回目はスムーズにいける、うん、いいやん、ここ結構気に入った。室外の裏に佇む、そうそうそう、老舗たちの宮、ね、ごちそうでした。誰でかいか2220円でした。まぁ、あ、ちょっとこれ2回目またあるな、2軒目3軒目繰り出したいと思います。では普通に喋った方がいいですよ。 あの堺筋本町の方まで、まあ、5、6分歩いてきてます。さあ、もう上りで見て分かる、立ち飲みって書いてますね。さあ、ちょっと 2軒目中入っていきましょうか。はい、で、こちらですね。7時までやったら1杯目ドリンク、メガも半額です。黒毛和牛の和牛ハローミックスが食いたいんですけど、うん、めっちゃ綺麗な感じだね、うん、で、入店していきたいと思います。はい、1杯目はメガハイボール、これ2杯頼みました。マッチュで今回ですね、まあ、スピードメニューこんな感じです。揚げ物も充実しています。なぜか Wi-Fi まで使えるみたいですね。じゃあメガハイですね。お疲れです。めっちゃこぼすやん。めっちゃこぼした。アルコール 14%。 意味が分からん。でも400円で安くね、うん、沖縄旅行の時にいっぱい飲んだこの残飯。鶏刺し三種盛り、鶏刺しの三種盛りきました。なんかそれぞれつけるタレが決まってる感じやね。このラインでつけてくださいと。そうそうそう、これだけはごま油やね。鶏刺しもね、よく頼んじゃいますよね、これね。うん、肝のこのごま油はもう大好物やからな。この3つの中でどれが好き。でも圧倒的にこれ、
そんなに、うん、和牛ホルモンの塩焼き650円です。わさびつけてジュンションですね。いきますよ。お願いします。これがいいんちゃう、ね、あきれけにぎゅーだしのポテサラ、なんかおでんのだしを使ってるらしい。だし入ってるの、だしに浸ってるの、うん、ね、すごいいい匂いする、ね、これよく出るらしいよ。一番次が欲しい。めっちゃ美味しい。ほんまに、うん、おだしのこれ一人で全部食べたいもん、うん、おだしの香りがやばいよ。とろっとろよこれ。絶対にうまいもん。も皆さん絶対にこれね、ここ来たらこれ見てください。ほんまにあの新感覚マジでうまい。めちゃめちゃうまいですねこれ。 OK、 はい、いけます。よし、ごちそうさまでした。一応2軒目終了です。さあここね、まあ、栄筋本町からちょっと北に登ってるんですけど、気になる店いっぱいあるよね。うん、うん、飲み屋ロードね。そうなんですよ。しかもどこも流行ってるしな。そう、これはまた次回ちょっと攻めたいですね。はい、でまだまだ僕たち飲み足りないんで3軒目行こうと思います。3軒目も立ち飲みやんな。はい、さあ3軒目到着です。こちら立ち飲み酒場の駆け出しさんです。うわ、中いっぱいよ。入れるかな。ちょっと聞いてみるわ。無理かもしれない、うん、とカマスは絶対行きたいな。生ビ380円と、奥さんこれ何でしたっけ。みかん酒ソーダ割り。みかんもソーダ割り。値段は知らん。じゃあ KB です。お疲れです。つぶつぶみかんがいっぱい入ってる。なんで、え、これうまい。桃にしたら桃おるんちゃう。次桃いこう。ほんまいこうね、果肉えぐいんですよ。つぶつぶ、ね、キムみたいです。この炙りがまたキースだこれね。意味わからん、意味わからん。今日一番うまい作りに向いて。マジで乗れます。柔らかいし、でも歯ごたえはめちゃめちゃあります。最後です。いい気分です。そのシュウエキでございます。今度やっと。すみません。おお、しなそうが降りきました、ね。値段は不明です。結構この果肉が多分相当じゃない？下に結構溜まってる気がする。好きだと思う。あ、ありがとうございます。なんかあのぐちゃぐちゃになっちゃった。カニです。いや、肉なく絶対に勝つでしょ。OK ですか。うん、ごちそうさまでした。2人で会計2640円でしたね。まあ3軒今日もありましたけど、2人でもう大体7500円ぐらいですね。相変わらず大阪はマジでコスパ最高です。まあタニオンエリアのオフィス街、オフィス街立ち飲み参戦ということで今日は回っていきました。じゃあまあこれ見ていいと思った人はグッドボタン、またチャンネル登録よろしくお願いします。では最後まで見てくれてありがとうございます。ダレチャンネルでは主に関西圏での旅やグルメ動画を配信しています。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。